いよいよ始まりました日本ファルコム&CLE アジアライブ2022。この放送は日本ファルコムが開発する奇跡シリーズの最新作、9月29日発売予定の英雄伝説黒の奇跡2クリムゾンシン、そしてクラウディッドレパードエンターテインメントから10月27日発売予定のアジア版をご紹介する特別番組です。本日の司会を務めますルネ・キンケイド役の声優福山潤です。よろしくお願いします。そして本日番組をご一緒にお届けするのはこの方です。はい、皆さんこんばんは。クラディットレパートエンターテインメントの陳と申します。今日はありがたいことに、日本ファルコムの近藤社長やそしてルネ・キンケイド役の福山様に来ていただき、奇跡シリーズの最新作英雄伝説黒奇跡の最新情報そして実機プレイをたっぷりお伝えしたいと思います。どうぞ最後まで楽しんでいただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では続きましてこちらの方。はい、日本ファルコムの近藤です。黒の奇跡2では、プロデューサーを務めております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。本日はこの3人で日本ファルコム&CLE アジアライブ2022をお届けいたします。よろしくお願いいたします。本日は様々な情報をお届けしていきますが、まずは好評発売中の黒の奇跡について、近藤さんからご紹介いただけますでしょうか。はい、こちらの黒の奇跡はですね、はい、奇跡シリーズと言われる、あの日本ファルコムの、はい、あの RPG の代表作があるんですけれども、はい、うん、その第11作目となります。もう数聞くとすごいですよね。11作続くって。そうですね、数えるのは難しいですね。はい、でこれまでの10作では、はい、あのゼムリア大陸という巨大な大陸がありまして、はい、そちらの西側の国のお話を描いてきたんですけれども、はい、この黒の奇跡からは東側の、はい、まだ今まで謎となってきた部分をこう、はい、いよいよ切り込んでいくと。もう1作目から追いかけている方たちなんてようやっと東が描かれるのかという感じになるんですね。はい、でカルバート共和国という場所が舞台になるんですけれども、はい、今までの主人公って、まあ、冒険者みたいな人だったり警察官だったり軍人だったりするんですけれど、はい、こうそれとはまたちょっと違った角度から物語を切り開いていきたいなということで、はい、あのまあ、そこであのバン・アークライドという主人公が登場しまして、はい、で裏解決屋というちょっとあのなんていうか善良な市民の願い事を聞くだけじゃなくて、はい、ちょっといろんな裏の組織とかそういった方たちともこう付き合いのある、はい、ちょっとこう大人っぽい主人公が、はいはい、あのいろんな事件に巻き込まれつつ、うん、まあ、黒の奇跡1では特にそのちょっと名を上げてきたマフィアたちと対決していくことになります。それがもう黒の奇跡の1の物語というふうになっております。はい、はいはい、ありがとうございます。はい、そしてゲーム的なその特徴であったりバトルシステム等々なんかもご紹介いただけますと幸いでございます。そうですね、はい、やっぱり黒の奇跡で今まで の、 その奇跡シリーズと戦闘システムガラッと大きく変えまして、はいはい、一番まあちょっと目立つのが、はい、やっぱりフィールド上での、まあ、簡単なアクションでまず敵を倒せるんですけれども、はい、まあ、そこからもう本当にカメラの切り替え一切なしでシームレスに、まあ日本のロールプレイングゲームでよく見るコマンドバトルにこうすごく滑らかに移行できるんですね。で、まあやっぱりその切り替えのスムーズさとそのスムーズに切り替わることでのその爽快感で、コマンドバトルにこう移行した後もまあなんていうのか戦うとかよく選択するんですけれども、その辺をこうアクションをやっているような感覚でもうサクサクと遊べるというのが黒の奇跡のバトルの大きな特徴となってます。はい、ありがとうございます。まさに新しい奇跡が始まるという作品でございますね。黒の奇跡は PS4 版に続いて先月7月28日に PS5 版、Steam 版も発売されましたが、この PS4 版から何か変更違いなのかなどはあるんでしょうか。そうですね、はい、やっぱり PS5 とやっぱり PC なので、はい、やっぱり画面をもうちょっとリッチにできたらいいなっていうのももちろんありまして、はいはいはい、やっぱり 4K に対応して、はい、画像、まあ、グラフィックですね、うん、の部分をやっぱり強化していますし、うんうんうん、まあ、それからPS4 では30フレームだったフレームレートをですね、はい、60フレームに PS5 からは実現しておりまして、うんうんうん、まあ、非常にそのアクションであるとか、はい、画面のイベント画面も滑らかに綺麗な画面で見れるといった形になっております。なるほど、じゃあ PS4 版でプレイしてた方々もよりそのいい画像で楽しめるようになっているということですね。そうですね、はい、それから奇跡シリーズって今までにハイスピードモードというものを、はい、追加してたんですけれども、はい、それが今回ちょっと PS4 版ではちょっと実現できなかったんですね、はい、それを PS5 版では、はい、実現しまして、はい、ゲームのやっぱりこの速度をこう、はい、速いスピードで上げると、はい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 、
で忙しい方なんかは、うん、ハイスピードモードで遊んでいただけると、うんまあ、サクサクと進められますし、はい、やっぱり物語をもう一回楽しみたいので、うん、復習したいというお客さんもいっぱいいらっしゃいますので、はいはいまあ、そういった方たちが2周目されるときに、はい、ぜひハイスピードモードで遊んでいただけると、まあ、真ん中のちょっと時間がかかってしまうような移動であるとか、うん、そういったところをこう時間を短縮して進めることができるという形になります。本当に奇跡筋よう な,、はい、あのようなあとっても長い時間に遊ばなきゃいけないゲームーからするとハイスピードモードめちゃくちゃ助かり、そうですね、ということはどうしても、はい、ゲームのプレイがやっぱり一周するのに最初50時間から80時間ぐらいかかってしまいますので、ハイスピードモードで遊んでいただけるともっと、うん、あのその時間をキュッと短縮して遊んでいただけます。それから、はいうんまあ、過去シリーズずっともう11作目ということで、はい、分からない用語がずっとプレイしてきた人ですらあったりしますので、はい、そういったことを解説したりするモードであるとか、はい、あとは文字のサイズがちょっとちっちゃいっていうお声をいただいていたので、はい、その文字サイズをちょっと大きく変更できるといった細かい、はい、あのそういった、はい、あのユーザビリティの点でもちょっと痒いところにだんだん手がいろいろなところに届いていくというパワーアップしてますので、はい、なるほど、まあ、今回はちょっとそういったお客さんの、うん、こう PS4 でいただいていた感想を、うんうんまあ、PS5 版ではちょっと改善しましたよというところにいくつかありますので、うんまあ、そういったことにつきましてもご注目いただければなというふうに思っております。わかりました、ありがとうございます、はいそれでは陳さん、Steam 版については何かありますでしょうか。そうですね、 Steam 版にはやっぱり、うん先ほど近藤さんがおっしゃっていた PS5 版の追加された、うん、ハイスピードモードなどは全て、搭載された上にさらにあの Steam の、ユーザーのために21対9ウルトラワイドモニターも、うん、今回初めて対応するようになりましたから、まあ、始まりの時にも大変たくさんのご要望いただきまして、ずっと対応できませんでしたんですけど今回の黒奇跡は初めてそれを対応できるようになりましたから、まあ、さらにスムーズに遊んでいただければと思います、はいそして、はい先ほどのハイスピードモード、うん、やっぱり PS4 のユーザーからにも、うん、PS4 でもそれ対応していただければ2周目モード楽にできるじゃないか、うんというご要望もいただきましたのでこっそり今パッチ作ってますファルコムがやってないことをチーフさんのところで、はい、ここでこっそりって言ったらもう分かりますからね皆さんにね、はい、僕もさっき初めて聞いたえ本当にいや本当ありがとうございますこっそり作ってますので、はいもう少しお待ちいただければ、はい、PS1 もできるようになりますからはい分かりました続きまして今回皆さんお待ちかねの情報かと思います、日本では9月29日、アジアでは10月27日発売予定の英雄伝説黒の軌跡2、クリムゾンシーンについてお話を伺っていきます、まずは近藤さん黒の軌跡2について、まあ、簡単にですがご紹介お願いしたいんですが、ちなみにですがまだこれをご覧になっている方々でその黒の軌跡1をプレイ中ですと、はいまあ、そろそろ進行状況によってはもしかするとネタバレが、ちょっとだけ含まれるかもしれませんので、お聞きになるときはご注意くださいということで近藤さんよろしくお願いします、はい黒の軌跡2はですね、黒の軌跡1の物語からもう1ヶ月程度しか経ってないところからスタートするんですよ。だから本当に黒の軌跡の続きからスッとスムーズにつながるような形で物語が進んでいきます。で主人公はあの前作に引き続きまして、まあ、バンアークライド裏解決屋さんなんですけれども、まあ、前作の物語が終わった後一回その集まった仲間たちが一回ちょっとそれぞれ事情があって解散してでその状況から物語が始まるんですね、はいでまあ、一回そのマフィアとの対決があって共和国全土を震撼させるような恐ろしいことがあって、はい、でその後平和が戻ったんですけれども、はいまあ、そんなところにこうある事件が起きます、はい、でバンがあのグレンデルという青い、はいちょっと怪物みたいなものに変身するんですけれど、はいはいそのどうも赤い偽物のようなグレンデルが偽物かどうかちょっと分からないですけど何者かは分からないんですよ、はいはい、グレンデルっぽいぞっていうグレンデルっぽいぞっていうものが現れてちょっとそれはどういうことなのというところからこうバンが再びいろんな事件に引き込まれていくという始まり方をしていきます。なるほど、はい、ちなみにそのじゃあキャラクターは先ほども言った主人公はそのまま行っていてという中でこの2になってから新たにこう仲間になる人物たちもいるという、はい、そうですね、はいはい、当然前作に出てきていましたけれど、うん、仲間になったことはないけれど、はい、2で新たにやっぱり仲間に加わったりであるとか、はい、
まあ、それから前作で全く姿を見せてなかったけれど、はい、この2から登場するというキャラクターたちもたくさん登場しますので、はいはいはい、ぜひ楽しみにしていただければなというふうに思っております。はい、はい、まあ、そしてやはり2になるということで何か新しいシステム等々そういったものでの遊び方の違いみたいなのもあったりするんでしょうか。そうですね、前作 の、はい、先ほど、はい、紹介させていただいたバトルのシステムなんか引き継ぐんですけれども、うんうん、はい、まあ、そこもやっぱりいろいろ改良が加わっていまして、うん、例えばフィールド構えで今までは武器を振るって戦うだけだったんですけれど、はい、アーツと呼ばれる魔法がフィールドで使えるようになったりとかですね、はい、ようやくアーツも使えるようになりましたね。そうなんですよそこもまあちょっといろいろユーザーの皆さんからもお要望いただいて、はい、まあ、それとやっぱり僕らも原作を完成させたところでいろいろもっとこうしたかったねとかいろいろアイデアが出てきたこともありまして、まあ、そういったところをちょっとずつ対応していきたいなということで開発を進めてきています。なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、そして近藤さん、今日は黒の奇跡2の最新情報をいろいろと持ってきていただいているんですが、はい、まずはそのキャラクターの新情報、先ほどもちょっと振りましたが、はい、そちらの方をまず重点的にご紹介いただけますでしょうか。はい、はい、そうですね、新公開のキャラクターを今日何体か紹介したいんですけれども、待ってました、はい、まずは前作に登場はしていたんですけれども、はい、ロイ・グラムハートというキャラクターですね、はい、共和国の大統領です。大統領ですね、はい、で今まで別の大統領がいたんですけれども、はい、その大統領にこう選挙でこう勝って、はい、こう景気のいい共和国を今どん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 イケイケムードに押し上げた腕利きの大統領ではあるんですね、はい、でアニエスというヒロインがいるんですけど、はい、お父さんであって、はい、でまあ、ヒロインにはいろいろ謎があるんですね、うんうん、そのひいおじいさんがちょっと某有名人で、はい、いろんな技術革命をもたらしたすごい人なんですけれど、うん、どうもその辺に謎があって、うん、その裏をどうも彼は知っているんだけれど、うんうん、黙ってこうアニエスをこう見守っているというポジションになります。ただ人物としては大統領前としてるなんか選ぶってるというよりもなんかちょっとフランクな感じもありますよね。そうですね、その辺がちょっと爽やかで、はい、そういったところが国民に人気があるという人物でもあるんですけれど、まあ、でもやっぱりそこは表の顔であってどうもこう裏でもいろいろ動いてるんじゃないのっていうのが、はいはい、一癖二癖ありそうだぞと、ありそうなのがこのグラムハークということになります、はい。さあ、続きましては、そうですね、そのロイの隣の、まあ、カイラ・マクミラン、はい、いう人物がいますけれども、うん、まあ、彼女は大統領の直轄で CID と呼ばれている、はいはいはい、情報機関があるんですけれど、うん、そこの女性エージェントということになります、うん、はい、でちょっとついでに説明申し上げますと、はい、隣のコーディー・マクミラン、はい、同じマクミランという名字なんですけど、はいはいはい、この2人は兄弟になりますね、はい、で彼も同じように CID の、うん、まあ、エージェントに当たるんですけれども、はい、うん、まあ、2人ともどちらかというとグラムハートの前の大統領の頃から CID にこう所属していて、まあ、前の大統領にこう仕えていたんですよね。で今の大統領に対してちょっとこうそれぞれ思うところがある。まあ、カイラはすごく真面目な性格で勤勉なのでちょっとその真面目なところからその大統領に対していろいろ思うところがあるという立ち位置ですし、コーディの方は割と感情的で前のやっぱり大統領ってロック・スミスっていう大統領なんですけど、はい、やっぱり彼にちょっと心酔してるところがあるので、うん、まあ、彼の護衛役みたいなことをやってるんです、うん、で、まあ、そこからこうやっぱりグラムハートに対していろいろ思うところがあるので、まあ、1でそれはちょっと垣間見せていたんですけれど、はい、この2でちょっとその気持ちみたいなものがちょっと動いてきて彼の行動がどうなるのっていうところが見せ所の一つになっていくかな。その二人の思いがもう一体どういうストーリーの絡み合っていくのかっていうところですね。そうですね、はいはい、というわけでございました。ありがとうございます。じゃあ次はですね、新しいエリアをご紹介いただけるとのことなのでございますが、今回は、おとぎの庭城メルヘンガルデン、はい、こちらフリーダンジョンとなっているらしいんですが、はい、それを実際にプレイしていただけるということでよろしいでしょうか。そうですね、実際の画面を見ていきながらちょっと説明をさせてもらえればなと思います。はい、はい、お願いします。このメルヘンガルデンってそもそも何っていう話なんですけど、はいはい、お願いします、これはネットワーク上に構築された仮想世界なんですね、うん、はい、でそこでネットワークにつながってるから、うん、各地にいる登場人物たちと自由にパーティーを組んで戦っていけるという割とゲームの序盤から遊べるシステムなんですね、はい、ここでだからこうレベルアップをすることも実はできます、
自分の好きなキャラクターはどんどん育成できますね。そうですね、物語のメインの物語の方では、はい、あのメインの物語に沿った登場人物たちが絡んできてパーティー編成されるんですけど、はいはい、そこでは自由にやっぱり自分のキャラクターでパーティーは組めないんですね、はいはい、じゃあストーリーの進行と関係なく自分たち組み合わせて、はい、もうとりあえずゲーム自体を楽しもうと思ったらこっちのところに行くんですよ。でいろんなところからこのメルヘンガルクには、はい、アクセスできますので、はい、割とゲームの進行の中でも任意のタイミングで好きな時にこの世界に来て遊ぶことができるという内容になります、はいはいはい、おまあ、金景度も使っていただいてますからね。そうですね、ありがとうございます、はい、金景度がすごい真面目な方じゃないですか、はい、割とパソコンにアクセスしてなんかこう、はい、こういうことしてるっていう想像するとちょっと面白かったりもするんですけどね、その裏をねちょっと想像していただけると、はい、あ、今来ましたね、うん、はいはい、何気にこういう打ち方するの難しいんですよね体感がいりますからね、はい、エスクラフトですね、金景度の一番派手な技です、はいはいはい、今回のエスクラフトはやっぱりとってもかっこよくできますよね。そうですね、プロの奇跡からゲームエンジンを大きく変えまして、はいはい、で前作を経て予約開発スタッフも使い方に慣れてきたので、うん、割と今度はうんはい、どんどんリッチにしていければなということで、はい、画面の方も頑張ってます、はいはい、でもおっしゃってる通り移動から戦闘から含めて全てがもう本当に早いですね、はい、で今サーチって言って、はい、フィールド上にこうちょっと、はい、ソナーのようなものがしたと思うんですけど、はい、これは本作からの新しいシステムになります。でこれを使うことで、画面上で見つけられなかったものがこう見つけられたりとか、はいうん、それから、まあ、裏解決やっていろんな操作をしていく職業でもあるので、その操作でもこう例えば足跡みたいなものを見つけたりとか、いろんな使い方ができます。なるほど。なんか実際このメルヘンガルテン見るの初めてなので、はい、なんかセリフ上で言った時にやっぱドイツ系の言葉は発音しづらいなと思いながら、メルヘンガルテンって書くんですよね、なんとか僕メルヘンガルテンって失敗しましたからね、はい、収録の時に福山さんでも難しいんですか、ね、いや、やっぱもうね本当カタカナ大変ですやってくれますどんどん進めていっていただいてますね。でこれ、メルヘンガルテンは今、はい、表示されているように、うん、ルートを選べるんですよ、はいうんうん、でそのエリアをクリアするとどっちの方向に進むのっていうところが、はい、自分で選択できますので、うんうんうんまあ、そういった1回クリアしても、うんはい、行ってないルートっていうのは出てくると思うんですけど、そういう時は1回戻っていただいて、うんうん、もう1回チャレンジするという楽しみもあったりします。なるほどなるほど、はい、でもやっぱフリーダンジョンっていう風になってるだけあってもう何度でもいくらでも入れる。そうですね、うんはい、で物語が進むと、はい、仲間たちが増えていってパーティー組めるメンバーもどんどん増えていきますので、またそういった新しいメンバーともうすでに遊んだエリアにもう1回チャレンジしてみるという、うん、そういった遊びもできるかなというふうに思います。なるほどなるほど、ありがとうございます。ずっと遊び続けられますね、うん、そうですね、僕ここで遊んでて全然物語が先に進まなかったですそうですよねでも逆にここでレベル上げすぎちゃうと物語の本筋の歯ごたえっていうところの調節もありますよね。それもあるんですけどね、はいはいちなみに近藤さんは完全になんかこうストーリー進めるときに、はい、ストレスフリーでいくぐらい強くしていくタイプですか、それともひりつくこうギリギリのラインを突きたいタイプですか。僕はですね結構突っ込んでいくタイプですね、昔からダメだったら戻りますけれど、はいはい、結構自分で突っ込んでいって勝てなくてイライラしちゃうタイプですよね、うちのスタッフなんかは年配のスタッフほど、はいはい、もうとにかく限界まで上げて本編を進めるっていう人が、はいはいはい、ああなるほどね、じゃあ別個で考えてるんですね、そこは。いろんな楽しみ方ありますからね。ゲームバランスを取るときはだからどっちの意見を聞くのっていうところでいつも揉めたりもするんですけど、そこらもいろんな主義が出てきますからね。そうなんですよね、どれを採用するかって本当大変ですよね、はいはい、今何が出てきましたね、はい、なんかミスティックキューブっていうのが出てきましたが、そうですね、先ほどはい、ソナーのような、うんはいはい、機能で探索してたと思うんですけれど、はい、あの機能で、はい、シャードトークンという、うん、収集アイテムが手に入るんです、はいはい、そのシャードトークンは、うん、戦闘でも手に入ったりするんですけれど、うんうんはい、あと、まあ、普通のマップでも、はい、サーチを使うことにできています、はいはいはい、でそれをこちらで、うん解析にかけることによって、はい、今やってるんですけれど、なるほど、下でシャードトークンが減ってってるので、はい、それをぶつけて解析してるってことなんですね。そうですね、はい、でその解析の結果、はい、アイテムがこうランダムでもらえるという機能になります、うん、なるほど、じゃあ必ず同じアイテムが入るわけじゃなく、もうあ
この解析が終わるまでどれが手に入るかは分からない。そうなんですよ、うんうん、今みたいにそのテピスが手に入る場合もありますし、はい、まあ、各種アクセサリーのようなアイテムが手に入ることもあります、はい、うんうん、なるほど、はい、はい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 、じゃあここしか手に入れないアイテムもあるじゃないですか、ね、うん、まあ、当然あるでしょうね、RPG ですからね。そうなると今、カーソルの方がクラフト強化に移りましたが、 そうですね、その手に入れたアイテムによってこうやって強化メニューとかで使えるものになっている。そうなんですよ、クラフトっていうのは各キャラクターが使うスキルのようなものなんですけれども、はい、そちらがこのメルヘンガルデンではこう強化できると。ぜひぜひそのキャラクターお気に入りのものがあれば、うん、はい、当然成長させたいと思いますので、うん、まあ、メルヘンガルデンに入っていただいて、はい、こういった形で強化していただければなというふうに思います、はい、なるほど、分かりました、ありがとうございます。では実機プレイに続きまして、黒の軌跡2のキーワードについてお話を伺います。近藤さん。そうですね、ファルコムの公式サイトの方で、はい、福山さんの演じる金経度分析官が、はい、説明してくれる CID、はい、極秘調査レポートの、はい、ムービーを、はい、いくつか公開してるんですけれども、はい、今日が初公開となるものを、はい、お見せしたいなというふうに思っています、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ガーデン、正式名称はフォーガーデン。大陸西部と中部で一時猛威を振るったという暗殺組織、ソード、ソーン、アウル、ラストという4つの園から構成され、それぞれの園は管理人によって統括されていた。特徴として挙げられるのが、各地で子供をさらい暗殺者として仕上げる残酷かつ合理的な育成システム。その成果によって信じがたいほどの暗殺達成率を誇った。一説によると、組織の由来は中世からの暗殺組織月光木馬団と、かの DG 教団の生き残りを結社の使徒千の破壊者が合流させたのがきっかけらしい。しかしその後、破壊の手を離れ独自路線を進んだ結果、最悪のマフィアアルマータと結託し暴走したとみられる。はい、というわけで見ていただきましたが、こちらですね、僕この黒の軌跡2のセリフ全部取り終わった後にこれやったので、はい、口ヨレヨレの状態でこの嫌がらせのような知らないワードのこの極地っていうところで大変苦戦しました。すごい専門用語が多いですよね。いやいや本当に。でも先ほどこう紹介されたガーデンの説明こうやりながら改めて聞いても思ったんですが、はい、結構こいつらもひどいですね。そうですね、ガーデンはかなりひどい。かなりひどいですね、はい、そうなんです。 DG 教団と同じぐらいひどいかもしれない。はい、はい、さらに今日はこの番組のために、福山さんによるCID 極秘調査レポート特別編をご用意しました。ああ、今回私の方で遊撃士協会のエレイン・オークレルとアークライド解決事務所のバン・アークライドを調査してきた。こちらのレポートを見てほしい。エレイン・オークレル、共和国の遊撃士協会でエースとして活躍する A 級遊撃士。世間では剣の乙女、ソードメイデンの異名でも知られており、その実力は特殊部隊ハーキュリーズの遥か上を行く。出身は古都オラシオ、かの大手製菓メーカークインシー社の令嬢で、名門アラミス高等学校では生徒会長を務めた過去を持つ。礼儀正しい優等生タイプに見える一方、血の気の多い面を見せることもあるなど、精神的にやや未熟な点が気になるところではある。詳細は伏せておくが、昔なじみのバン・アークライドとは少々複雑な関係にあるため、彼女に対する露骨な挑発は控えることをお勧めしておく。バン・アークライド、旧市街でアークライド解決事務所を営み、自らを裏解決屋と名乗っている青年。その依頼内容はほとんどが違法すれすれのグレーなもので、 CID が監視対象としている両兵団やマフィア絡みの仕事もいくつかこなしているようだ。硬派を装っているが、意外と隙が多く、好物のスイーツを前にするとほぼノーガード状態となる。裏社会で各組織とつながりを持っているほか、民間軍事会社マルドック社と専属のテスター契約を結んでいるなど、気になる点が多々あるが、凶悪犯罪を犯すような人物ではないと言えよう。なお、九段の人物と交渉を行う際、相手が条件を渋るようであれば、脅迫材料としてこの私、
ルネ・キンケイドの名前を出すことを許可する。はい、というわけでございまして、キンケイドがお送りしました CID 極秘調査レポートでしたが、すいません、お耳汚しでございました。いや、素晴らしいです。もうルネがいましたね、そこに。そうですね、ありがとうございます。もう本当なんかこう、こう言っちゃなんなんですが、こう彼できる男じゃないですか、はい、でしかも頭いいじゃないですか、はい、調査報告書を丁寧に丁寧に探って読むと絶対こいつダメだろうと思うので、自分で役作りした段階でハードル上げちゃったなと思って、すごくこれを実際収録の時にしまった、ハードル自分で上げてんじゃんと思って後悔しました、はい、またちょっとこう今回キーワードが難しいですよね、はい、ですよね、はい、だってね、キンケイドがね、例えばエレイン・オークレール、共和国の遊撃士教官、こんなこと絶対ダメじゃないですか、ね、サラサラやりますもんね、あいつ ね、 そうですね、はい、というわけでございまして、はい、ね、本当に皆さんお耳汚しでございましたが、ありがとうございますい、というわけでございまして、し、近藤さん、まだ結構紹介してきましたが、はい、新しい情報をご用意いただいているとのことなんですが。そうなんですよ、はい、今日はですね、はい、黒の軌跡2の中に登場するミニゲーム、うん、はい、ミニゲームいくつか、はいはい、遊べる形で持ってきましたので。ほうほう、あら、前なかったのに、はいはい、そうなんですよ、前なかったですよね、1作目、前作は。1作目はですね、はい、こんなこと言うのはなんですけれど、はい、ちょっとゲーム本編の開発が忙しすぎてですね、なかなかちょっとミニゲームまで手が回らなかったんですけれど、はい、本作はもうすでにゲームエンジンも前作のノウハウもありますので、はい、ミニゲームを再び充実させて実装しております。でもさっき冒頭の方の話だとかなりもうボリューミーだったのに、はい、遊ぶ要素まだまだ追加したんですね。まだまだ追加しちゃいますよまだまだ終わってないですね、はいはい、ちなみにどんなミニゲームなんでしょうか。今日お持ちしたゲームはですね、はい、ハッキングゲーム、はい、これゲームの中でちょっとハッキングをいくつか行うシーンがあるんですけど、うん、そこで実際に遊ぶことができるゲームとなります、はい、それからですね、バスケですね、はい、前作街の中回ってる時にバスケットコートがあるなって、はいはいはい、ゲームやられた方覚えてる方いらっしゃるかもしれないんですけれど、ね、今回は実際にその見るだけじゃなくて、はい、自分もバスケができるというところで、はいはいはい、ぜひ檜山さんに、はいはい、プレイしていただければなと思います。あ、いいんですか、私やっても、はい、ぜひぜひ、はい、分かりました、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで早速ですが、ミニゲーム、そして今回はミニゲームのハッキングをプレイさせていただきますが、僕ちなみにPS5 のコントローラー握るの今日が初めてです。あ、本当ですか。全然変えれんだもん、まだ変えないですよね、確かという余談をさせていただきながら、はい、では早速ちょっとそのハッキングをプレイさせていただきますね。こちらのハッキングテストでよろしいですね、はいはい、難易度がありますね。そうですね、この個人的にはいきなりこう難しいの行きたくなるんですが、ちょっと最初なので、はい、この難易度1から行かせていただきます、はい、なので私ちょっとプレイさせていただきますので、近藤さんの方にはそのこのゲームの説明等々お願いしてよろしいでしょうか。はい、はいはい、では行きます。はい、ハッキングゲームはですね、ゲーム内でその実際に主人公たちがいろんなこの扉を開けるためにハッキングしたりするときに登場するゲームなんですけれど、このメアと呼ばれる人格プログラムを操作しながら先に進んでいただきます。で、インビラのところでこういったちょっとコマンドが表示されるんですよね。ですね、でここでこうスティックを押し込むとサーチが動くので障害をやっぱりかわしながら先に進んで、あ、今ダメでしたね、捕まっちゃいましたね、はい、行っちゃいけないとこ行きましたもう一回行ってみましょう。一回ぐらい失敗しとかないとこいつやり込んで上がるなと疑われるんで、ね、はいはい、で右上の方に、あ、2回目失敗しましたね、はいはい、ちなみに上の方にですねマップが出ているので、はい、そっちの方を確認しながら行くというやつですね。でサーチをしていただくと、はい、その障害物の位置も分かりますので、はいはいはい、その動きを予測しながら先に進んでみてくださいと、はいはい、いうことですね、はいはい、ここはもうちょっとシンプルな感じなので、はい、奥まで行っていただいて、はい、秒数がもうないですね、はいはい、危ない、正面から来ましたね、はい、来ましたね、ちょっとかわしていただいて、はい、あと11秒以内にクリアしないといけない、ちょっと焦りますね、はい、焦るやつですね、はい、奥に進んでください、はい、4、3、2、1、いけるか、いけなかった、いけなかったですね、はい、ギリギリ間に合いませんでした。これ悔しいので、はい、リトライしていいですか。リトライしても大丈夫ですどうぞ、さすがにちょっと遊んでたらダメだって、はい、クリアしろって言われたのに、はい、はい、じゃあ行きます。はい、はい、でもコマンドは早いですよね。いや僕ね、やっぱ昔ね音ゲーとかで鳴らしたんでね、あ、やっぱりそういう感じがしますね、はい、やっぱりですね、戦闘とか見ててもああいうのスムースに行きたいタイプではありますね。そうなんですね、かっこよくやっぱり、はい、進められるとこう自分でもちょっとこう、はい、何かプライオリティを感じますよね、しますよね、はい、はい、
こう左手ですね、はい、行きます。そして右の方に見えてますね、はいはい、エリアまで見えます。定期的にまあサーチしていただくと、はい、男女の構造も見やすいかな、はいはい、落ち着いて入れてください、はいはい、クリアです、はい、というわけでございまして、先ほどはね焦ったところがありますが、はい、もう余してお見事でした。はい、ありがとうございました。さすがです、はいはい、じゃあというわけでこちらのこのハッキングをやらせていただきましたので、次は、バスケを行きたいと思いますよ、はい、ということでもう画面上ですね、キンケイドがもうキンケイドがこうやってもうジャケット脱いで臨戦態勢でございますけれども、まあ、ちなみにですが、なんかこのミニバスケっていうんですか、はい、このバスケがミニゲームになったのは何かこう理由とかあるんですか。もともと前あの前作でも、はい、あのバスケのチームとこう、うん、クエストで絡みがあったりとか、まあ、街の中でストリートバスケしてるシーンっていうのは描かれてたんです、うんうん、はい、まあ、その流れもあって、うん、まあ、今回はミニゲームを充実させるということの一環で、うん、はいはい、まあ、実際にちょっとバスケやれるようにしてみようよということで、うん、はい、制作してます。なるほど、わかりました。じゃあ私、はい、キンケイドをこうやって操らせていただきます、はい、じゃあ行きます。ちなみにキンケイドは学生時代にもともとバスケ部のキャプテンだったということで、はいはい、うん、はい、なるほど。ちなみに僕もバスケ部でした。え、あ、そうなんですね。中学の時に、はい、やはりあの年齢的にですね、あの有名的なバスケ漫画を読んで始めた軽い口のやつです。赤いユニフォームを着た、レギュラーにはなれませんでしたね、はい、では、早速始めます、はい、いきます。これ実はあの、はい、僕も今日見るの初めてなんですよ。なんですって、はい、だからちょっとこう、はい、チュートリアルを見ながらちょっと、うん、はい、実際に僕はあの会議でこういうのを進めてますっていう話は聞いてるんですけど、うんうんうん、はい、あのどう操作するかとか実は今日初めてなので、はい、分かりました。一緒にちょっと見ていければなと思います。はい、僕もこれ見てこういうことですね、はい、じゃあ行きます。はい、はい、入りましたね。やったぜ。自分の声だったら、いきなりありました。自分がバスケ部、素晴らしいですね。素晴らしいです。振って振って振って、あ、強すぎた強すぎた、長すぎた意外に結構これタイトだな。あ、はい、そうか、移動しまくってると打ってる数がダメなんだ、はい、お、なるほど。スティールとそしてブロックですね。攻撃とディフェンスが入れ替わるみたいですね。あ、はい、お、やったぞ。おお、はい、あ、よっしゃ、あ、プレッシャーかけましたね。あ、遅い遅い遅いさせん。よっしゃい。なんかこう奇跡シリーズでバスケって新鮮ですよね、はい、そうですねよし、おお、1セット取りましたね。はい、たくさんのミニゲームありますけど、スポーツというのは初めてじゃないですか。うん、さあ、行きます。まあ、かわしてこう、ね、シュートの強さのゲージを調整する感じですかね。おお、行きましたね。いいですよ。調子いいですよ。いいですよ。いいですよ。さすが金ケイドですね。さすが金ケイド。そしてさすが元バスケ部ですね。おお、4点入りました。おこれ2、3本、1、2本止めたら勝てそうですね。あ、早っ。なんかこうコツみたいなのってありますか。いや、なんかこう、もうとにかく正面に立ったら飛んでやれっていう気持ちです、ね、なるほど。よっしゃーという気持ちですね。おお、はい、遅い。ああ、俺が遅かった。お、はい、さあ、よっしゃ、行きましたね。おお、飛べました飛べました。やっぱ素晴らしい。はい、ありがとうございます。いや、行きました行きました行きましたよ。ちょっと僕も今日初めて見たんですけれど、割となんていうんですかね、奇跡でバスケでっていうのがまず新鮮なのと、こうスポーツの要素ってファルコムのゲーム、ね、無縁なので、うんうん、まあ、やっぱり新鮮なのと、はい、あとはなんかこう動きが割とそれっぽくって、うん、ちょっとやってみたいなっていう気持ちにはなりました、ね、やった感じ面白いです、はい、これだったら、はい、はい、もうこのまんま、はい、僕まだ OK 出してないんですけれど、はい、OK 出してもいいかなと、はい、いいですね、あ、そこ OK いただけましたね、はいはい、さあ、皆様より先にですね、一足先にミニゲームをプレイさせていただきましたが、さて、陳さん、はい、アジアでは10月27日に発売になるということなんですが、はい、アジア版についても詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか。そうですね、今回の英雄伝説黒奇跡2の繁体字15番、はい、そして韓国版は2022年10月27日に発売されます、はい、そして初回の同梱 特典として日本版と同じように、うん、お兄ちゃんのコスチューム、うん、版専用ミッシーパス、うん、そして、ホロボイス要監視対象 RD も漏れなく同梱されます、うん、さらにオリジナルカレンダー、そしてオリジナルサンドラミニ、はい、など豪華特典満載のリミティッドエディションも同時発売されます、うん、デジタルスタンダードエディションと全ての有料衣装アイテム、アタッチアイテム、BGM セットを全て入手できるとってもお得なデジタルデラックスエディションはあさって8月29日よりアジアのプレゼンスストアよりプレオーダーを開始します。ご興味ある方ぜひご検討くださいませ。は
はい、以上をもちまして本日の発表はこれまでとなりますが、陳さん、近藤さん、本日はお誘いいただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。というわけで僕もですね、はい、もう収録が終わってまだそんなに経ってない特例のもの、時間だったので、はい、記憶もいろいろやりながら、なんかこう1作目から2作目のこの収録までのスパンも、あれこんな早くやって次出せるんだっていう、なんかこうやりながらちょっと半信半疑で出すペース早くないですかって、こう。そうなんですよ。奇跡シリーズって1本目を出すと2作目っていうのは割と短いスパンで制作してるんですね、はい、だから1年後に出ることが実は多くって、2もちょうど1から1年後の9月29ということで、なんとか間に合うように、はい、制作を進めてきました、はいはい、でも今日発表させていただいた情報でもまだまだ全容が見えないぐらい、まあ、ボリューミーなわけじゃないですか、はい、なのできっとご覧いただいて皆様お楽しみいただいて十分だと思います、はい、というわけでございまして、今回司会もさせていただきましたが、はい、引き続きまた皆様の前にお会いできることを楽しみにしております。というわけで最後にですね、番組をご覧になっている皆様に向けてお二人からメッセージを頂戴したいと思います。では近藤さんからお願いをよろしくお願いします、はい、そうですね、黒の奇跡いよいよ2作目ということで、うん、やっぱり1を作った時っていうのは、まあ、当然スタッフの全員力を出し尽くしてるんですけれども、うん、それでもやっぱりこう、うん、作り上げるところにこう集中して精一杯になってしまうんですね、うんうんうん、で2作目になるとやっぱりでもちょっと余裕が出てきて、うんうんうん、まあ、今度は充実させる方向にこう力を使っていけるので、うんうんうん、この2作目というのは、はい、先ほど福山さんにも、うん、おっしゃっていただいた通り、はい、結構ボリューミーな内容になるんじゃないかなというふうに思っております。実際にそのミニゲームであるとか皆さんが期待されていたところも、かゆいところに手が届くような要素もかなり追加して、まあ、ゲーム性だけでなくてそのボリュームというところでも期待していただけるんじゃないかなというふうに思っておりますので、発売日をぜひ楽しみにお待ちいただければなと思います。はい、ありがとうございます。それでは最後に陳さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さん最後まで見ていただきましてありがとうございます。今日の生放送、まず福山様の生レポートはもちろん、そして近藤様の方から今回の黒奇跡2の新しいシステム、ミニゲームなどのたくさんの要素を紹介していまして、先ほど近藤さんもおっしゃったように本当にこの2は1にはない要素はたくさんたくさん入っておりますので、とっても楽しいシリーズ、私たちも同じ気持ちで今開発を進んでおりますので、ぜひ皆さん、黒奇跡2の発売を一緒に楽しんでいただきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。日本ファルコム&CLE アジアライブ2022は、以上となります。皆様ご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは皆様、さようなら。